ハムが君に会いたいらしい。彼女は理由を説明したけど、俺には分からなかった。何か必要？インスティチュート内部に入れる装置があると分かれば十分だ。ああ、コーサーのチップの件はそういうこと？私が掴んだあの周波数が必要だったのね。なぜ？この装置はどういう仕組みなの？仕組みはうまく説明できないが、元インスティチュートの科学者がこの設計図をくれたんだ。これが今の最優先ね。何でも屋のトムにこの装置の製作のためにできることは何でも手伝わせる。人造人間が連邦から逃げたらインスティチュートよりも。すみません、例のあの人から装置の計画をもらったと。彼女に渡してくれ。今度はどんな形で物理の法則を破ったのか見せてくれ。どうぞ。何が必要になるだろうか。わおわおわお、誰が書いたんだ。クレヨンを持った子供か。くそ、全くでかい子に違いないな。なんてこった。暗号化した高周波による分子伝送。インスティチュートのインテリたちはぶっ飛んでるな。そして大胆に改良を加えた中継傍受装置を使って信号の方向を変えると、まるで海賊放送みたいに。こいつはすごい。君なら理解できると思ってた、トム。計画には最先端の知識が詰まっているが、工学的な詳細はひどく抜けている。ギャップを埋めるのに時間がかかりそうだ。ここを見てくれ。安定型リフレクタープラットフォーム。高品質の金属があればできる。簡単だ。そっちがそれを終えるまでに残りを終わらせておくよ。それで次のステップは。必要なプラットフォームの部品はかき集められる。問題ない。だがどこで作る？かなりのスペースが必要になるぞ。この装置は大きいから。マーサーの隠れ家がぴったりじゃないか。あそこはもうパムのお墨付きだし。使い走りにそこに部品を届けるよう伝えよう。何でも屋のトムが何か作っている。なあ、まだプラットフォームはできていないのか。チクタクチクタク、いい知らせを待ってるよ。やったよ、プラットフォームができた。そして計画の空白部分も埋めたよ。このイカれた代物を実際に作ることができる。この怪物の科学的側面は驚異的だ。だが幸運なことに材料はかなり一般的なんだ。だが隠れ家では見つからなかった特殊な材料が3つある。この材料を見つけてくれれば地獄の門を倒せる。始めるよ。ああ、早いほどいい。入手できるものを入手したら建設現場で会おう。
状況報告を。やることはあるんだ、デズ。そっちが落ち着くまでどれくらいかかるかわからない。インスティチュートは巨大な未知の組織よ。どんな計画でも立てる前に準備すべきことがある。言おうとしているのはレールロードが最もしっかり守っている秘密のこと。パトリオットについて学ぶときよ。パトリオット？インスティチュートの中に男か女がいて、どちらかは不明だけど、人造人間が逃げ出すのを手伝っているの。おかげで何十人という人造人間の命が助かっている。名前もわからないし、接触する方法もわからない。だからパトリオットというコードネームで呼んでいるのよ。この計画がうまくいってインスティチュート内部に入れたら接触してもらいたいの。何も知らないんだったらどうやって接触すればいい？パトリオットは一方的に私たちに通信する方法を考案した。この方法を使ってループを閉じて向こうから連絡させるのが計画。わかった、全力を尽くすよ。トムはパトリオットの目にしか止まらないようにメッセージを暗号化した。それを見たらあなたに連絡してくる。接触するまで、それから多分その後も彼らに好かれるようにして潜入する必要があるの。できる？内部で我々のエージェントになれる？どうやって潜入する？嘘をつくしかない。できるだけ真実に近いところに固執するのが一番。自分でしっかり考えないと。何が待ち受けているかはわからない。そもそも成功するかどうかも。やってみよう。きっとできる、信じてる。プラットフォームに立って。ホロテープを渡しておくわね。インスティチュートのターミナルに差し込んで答えを待って。トム、私に話して。スキャンのシーケンスを起動する。この周波数は一度しか使えない。例のあの人は同じ間違いを二度はやらない。じっとして、君の分子を全てロックインする。一つもミスをしないように、承知の通り、ほら全部で60兆個だから。よし、装置に電力を追加するぞ。何が出てきたか見てみよう。このホロテープを持って行って、パトリオットに接触するのに必要だから。ああ、失敗するなんて、それはみんな計画のうちだ。トム、彼らの信頼を得られるためなら何でもやって。嘘をついて聞きたいことを聞かせてやるの。作り話を作って売ればいい。ああ、わかったよ。インスティチュートの信号にロックオンだ。できるだけ情報を集めて、人造人間について、インスティチュートの計画について、弱点を見つけて。インスティチュートを麻痺させるか破壊できるようなら実行することになるかも。ホロテープはどのターミナルに入れてもいい。そうすればパトリオットが接触してくる。そのはずよ。高周波をゲット。やったぞ。彼らを救う方法を見つけて。あなたにしかできないの。今ようこそ。よくここに来ることができたな。頭が切れるようだ。私はファーザーの名で知られている。インスティチュートは私の指導のもとにある。あなたがここにいる理由は分かっている。二人で話し合いたい。エレベーターに乗ってほしい。
なたが聞いたこと、あなたが我々について思うことを私は想像するだけだ。私はあなたが我々に持っている印象が間違っていると証明したい。インスティチュートへようこそ。これがインスティチュートの現実だ。この場所、この人々、我々がしている仕事。100年以上もの間、我々は人類の生存にこの身を捧げてきた。何十年にわたる研究と数えきれない実験や試験、未来を形作る上で科学がどう役に立てるかについて共通のビジョンができた。簡単ではなかったし、我々の行動は往々にして地上の人々に誤解された。いつの日か多分我々は達成したことを見せられるだろう。だが今は地下に潜ったままでなければならない。ここではあまりにも重要なことが多く、全てを危険にはさらせない。見ての通り地上の物事は不安定だ。我々にできることについて話をしたい、あらゆる人々のために。だがそれは後でもいい。ここには特別な、非常に個人的な理由でいるのだろう。息子のためにここに来たのだろう。ショーン。あ、そうだ、僕はショーン。くそ、こんなにも長い時間が失われた。誰なの？さあショーン、行かなければ。ファーザー、どういうことなの？何が起きているの？この場所を出よう、一緒に。いいかいショーン。どういうこと？ファーザー、ファーザー。ショーン、ドアを開けて。知らない人だ、あっちへ行って。ファーザー、ファーザー、助けて。誰かここにいるんだ、助けて。ファーザーって誰だ？どこにいる？ファーザー、ファーザー助けて、さらわれちゃうよ。ファーザー、ファーザー助けて。ショーン、 S923 リコールコード、シーラス。驚いたが落胆無視だ。子供の反応は予測と全く違っていた。その子は試作品だ、わかるかね。非常に感情的な刺激の影響を研究し始めたばかりなのだ。広い心で見てほしい。あなたが感情的なのも、ここへの旅が困難に満ちたものであったのも承知している。改めて始めよう。私はファーザーだ。インスティチュートへようこそ。ショーンを渡せ。本物のショーンを、今すぐに。わかった、わかった。あの子を見つけるために必死だったんだな。どういうことになっているのか理解させてくれ。答えを約束したが、答えは自分で持っているはずだ。だがこれを理解してもらいたい。状況は想像よりもはるかに複雑なのだ。あなたは非常に遠くまで旅をしたし、随分と苦しんだ。息子を見つけるために、その粘り強さと献身は報われ、これだけの時を経てようやくあなたに会えてよかった。私だ、私がショーンなのだ。私があなたの息子だ。本当にお前なのか？これだけの時を経て。そう、本当だ。ボルトでは時の経過の概念がなかった。あなたはポッドから放たれ、失った息子を探しに出た。しかしそれから息子がもう乳児ではなく10歳の少年であると知った。それで10年が経過したと信じた。それが10年ではなくて60年だったと認めるのはそんなに難しいことだろうか。それが現実なのだ。それでここに私がいる。
インスティチュートに育てられ、今はそのリーダーだ。なんて話だ。しかしそれなら納得できる。真実を受け入れようとしてくれて嬉しい。勇気づけられる。当時2227年、インスティチュートは人造人間製造において大きな一歩を踏み出した。しかしそれはまだ全く十分ではなかった。科学的な好奇心と完全という目標の追求が彼らをさらに前進させた。彼らの望みは完全な機械だった。そこで彼らは当時最高のお手本を追いかけた。人間だ。歩き、話し、有機的に完全に統合された何でもできる存在。話の行き先は分かったと思う。それならばインスティチュートが私を獲得する必要があった理由もすでに分かっているだろう。インスティチュートは合成有機物を作ろうと奮闘していた。最も論理的なスタート地点はもちろん人間の DNA だった。当然のことだが、利用可能な DNA は山ほどあった。だがどれも欠損していた。このウェイストランドでは誰もが放射能の影響を受けていたのだ。地上の世界から自分たちを守ろうと試みはしたが、インスティチュートのメンバーも影響を受けていた。他のサンプルが必要だった。しかしその時インスティチュートは私を見つけた。ボルト111の記録を発見した後のことだ。乳児で汚染前に冷凍され、連邦の人間全員の細胞を蝕んだ放射線突然変異から守られていた。私はまさしく彼らが必要としていたものだった。そして私の DNA が合成有機物の基礎となり、今日目にする人間もどきの人造人間を創造するのに使われたわけだ。私は彼らのファーザーなのだ。科学を通じた家族なのだ。人造人間、私、そしてあなたが。はあ、60年。そんなに長い間を無駄に。気持ちはわかる。質問があるのだろう。理解の助けになるのなら、答えられることには何でも答えよう。今はこれ以上何も聞きたくない。いいだろう。インスティチュートはあと少しで重要な進歩を遂げるところだ。あなたの存在は私たちがそこに達する上で評価されるだろう。私はここでは驚くべきことの一部だった。自分自身とインスティチュートの人々のために生命を作り出す手助けをしてきた。そして今、長い年月を経て、あなたもそれを手助けする機会を得ている。そそられないだろうか。それこそあなたのやりたかったことなのではないか。そうだ、それが俺のやりたかったことだ。大変な苦難を乗り越えてきたのは承知している。そのせいで判断が曇らなくてよかった。許してほしい。地上でいろいろと見た後では我々に少しどころじゃない偏見があると考えていたのだ。やるべきことはたくさんある。環境に馴染む時間が必要だろう。我々のやり方を詳しく知るいい機会だ。何としてもやる。その価値はある。それを聞けたことを感謝しよう。インスティチュートは今私の家であると同時にあなたの家となった。どうか時間をかけて馴染んでいってほしい。一緒に働く人々に会ってもらえないか。部長たちに自己紹介するといい。設備部のドクター・フィルモア、 SRB のドクター・アヨ、それからバイオサイエンス部のドクター・ホルドレン、最後にアドバンスシステム部のドクター・リー。もちろんあなたの到着は知っている。彼らに会ってそれから次にやることを話し合おう。